役に役に立てと申しますぞ。今回も前回に引き続きスカーレットバイオレット新要素やつでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツはヤヨイタツ、ヤッカネズミ、ヤークゴー、ヤヤ、ゲザン、ヤモ、ヤオハウ、ハネですな。では試合まで勝った以外ありえない。対戦相手が見つかりましたら、ミータン氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、羽ばたく神ブラッキー、クエスパトラ、ヘイラッシャ、とどろいておりませんが、デスの毒が、セグレイ。では、ミータン氏対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、相手の初手は、クエスパトラ。まあ、とりあえず起点作って、加速して、バトンして、みたいな感じでしょう。身代わり読みならダブルリングなんですが、とりあえず最高打線選んでいきましょう。まずボモルでしょうが、問題はそこではない。さて、相手何か積み技があるかを警戒してるんですかな。おっと、守ってこない。一撃がやり、これはいいですか。急所、景気づけの急所ですぞ。さて、ここで羽ばたきが来るようなら、減らしたらダブルリングで蹴散らしてやりますが、ブラッキーはいても来ないと思うんですよな。セグレイはインファイトで玉砕する必要がある。相手の選択は鉄の毒がお主か。ここは普通に燃えてくると思うんですよな。なのでこの対決を制して3対1に持ち込むか。ではいきますぞ。うおでかいでかいじゃ、でかいよこの風船。あっ、次よ。あっ、いきなりプラゴを出すのやめていただきたいと言われそう。このまま巻いちゃいます。ここはまだまだありますね。良い体勢ですな。ではお返し、どこが上がってもここで落ちるんで関係ないんですな。ズラーブイン、ナイスイッチになっておりますぞ。2発目刺激がやりなあ。さあ、お手はあと1体追い詰めましたぞ。羽ばたくがいると実はここから辛かったりなんかしちゃったりするわけですが、お手のラストはセグウェイ。これはインファイトを叩き込んでやりましょう。お手リュウマイ全抜きでも狙いますかな。それとも普通に上からぶん殴ってくるか。とりあえず減らせる。これでインファイトが悪手になる可能性すらあるが、なんですかな。ドン、氷タイプ。何よりもつららの火力を優先してきた。つららバリか落としかしませんが、氷は続け。そこまで強化すればどうにかなるだろうと耐えが投げない。いや、弱点じゃ無理ですな。大爆発。命の玉ではない。まあ、タスクだと思うんですよな。多いので。ちっちゃいヤモ。潰しておくんですぞ。えい。タスクが潰れましたな。なんで、自信、10枚はないですな。しかし、自信。火力補正で一番かかってるパターンは、達人のみかな。それぐらいならきっと耐える。グルメな、なんと縁が試合を決めるんですぞ。助けの心配はもうありませんな。まず陣を耐えるか投げない。ではお返し、ハイブリッジゴールドラッシュ。ケーキがやりやりましたな。では兄さん対戦感謝がやり。対戦相手が見つかりましたな。竜氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは表示順的に水統一とか予約しましたが、上2体だけでしたな。イルカマンペリッパー、セグレイブ、ミミッキュ、クエスパトラ、サッツアンドラ。では竜氏対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、相手の初手はイルカマン。初手といえばといったところか。ヤワ、ヤオハオハネ。では、
ライターズでキャッチしましょう。ここをいただきますぞ。相手はまあクイックターンでしょう。普通に殴ってきてもそれはそれでいいんですが、インファイトは半減なので、そして氷技も別に当倍ですし打つ理由はないはず。ライターズを過剰警戒でもしない限りはここはクイックターン、どうしていきますかな。バズクリの技なんてないですよな、多分おそらくきっと。何やれてる、ライターズカモン、クイックターンやりますかな。火力をいただきますぞ。では交代先にドラゴン技ぶっ放したいところですが、ミミッキもいるんですよな。ここは一旦風で、サザンセグレイブあたりには普通に刺さるのではないですかな。誰だ、セグレイブ来ますな。流星でよかったと思った。結果なんですがな、終えません。悪くない、ここから流星打ってしまえばいいんですな。明るくなかった流星群ぶっ放してやるんですぞ。タスキはしっかり潰しましたな。まあタスキだった場合はこれがいいんじゃないかな。タスキは対してダメージになりはしませんぞ。流星群ドーバラバラバラ、イエキがやりてやりましたな。さてイルカが帰ってくるのだろうか。インファイトなら倒せるぞと。一体死表示はないことはないですが、サザンドラお主か。ここは流星連打で行きたくもあるんですが、矢を這う羽が正面からイルカマンと殴り合えるか問題も抱えていますが、ここは流星群で当然お相手は交代で見ますよな。一段階下降に抑えた達人の B、 流星群どこ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 、惜しいですなー。タスキーつまり倒せていた、それは惜しいとは言いません。さて一応水技封じのためにいる対イルカで取っておくというのは悪い話ではないが、ここから引いても仕方がないか。ここはいや居座りましょう。流星群この手は当然なくなると言ったところですが、そんな技ありますよ。流星群バラバラバラ、流星がやり、さてとりあえずこれでお相手がこだわっていた場合は水技を封じることができました。そしてインファイトぐらいしかサブウェポンがない場合は耐久を下げることができました。もうこちらのクレープは何もないようなものですが、それでも問題はないんですぞ。ここでドクテラスタルを切ったところでインファイトは耐えないので、当然そのまま流星群がやれ、対戦開始がやれ、配達もそうでしたな。ここまでご視聴感謝ガイアリーナというわけで、今回活躍した山の紹介をしますな。今回は力の鉢巻きを巻きつけておりますぞ。テラスタイプはフェアリー、まあサザンとかに一矢報いることができればといった感じで入れましたなというかフェアリーにしましたな。でヒールボールは進化後の再起の祈り関連で似合うと思ったんでヒールボールに入れましたな。で技構成はタイピッチ、最高打点はワイルドボルトで、サブにテラストレッチ、ジャレツク、噛み砕く、そして唯一の鉄の拳を生かす技、マッハパンチが入っておりますな。雷パンチはワイルドボルトの方が威力が上ですので、補正込みでも。なのでこういった技構成となっておりますぞ。努力値は AD ぶりとなっておりますな。そしてこいつはちっちゃい証がついてますぞ。もう見たまんまちっちゃいですな。もう寝てると何なのか、もうこの引きの絵では何もわかりませんな。というわけで、ここまでご視聴感謝がいありえない。